選手たちの熱い思いは会場の皆様に感動とスポーツの醍醐味を与えるものと期待しています。またスタジアムで多くのギャラマンサポーターが北九州を連呼します。町のプライドをかけて声援を送っている姿を想像すると胸が高まってきます。ギラバンツは過去ニューウェーブ北九州の時代も含めて公式戦では一度もアビスパには勝っていません。しかしそれは過去のことであります。今回は元 J リーグのエース三浦監督を迎えて初めてのアビスパ戦です。この戦いを勝利で飾ることを期待しています。ギラバンツサポーターの皆さん、ギラバンツ北九州の勝利に向けて大きな声援を送ってください。結びに福岡市の皆さん、8月19日の日曜日、本庄陸上競技場での一戦、たくさんのアビスパサポーターのご来場をお待ち申し上げます。そして北九州のおいしいグルメ、少し足を伸ばしていただくと門司港の散策や小倉駅新幹線口にオープンしました秋葉文化アルアルスティなどを楽しんでください。それでは両チームのナイスファイトを期待しています。続きまして本部チームでありますアビスパ福岡の激励に高島総一郎福岡市長が受け付けてくださいました。ここで高島市長より激励のご挨拶です。ただいまの北九州の北橋市長のたった1分50秒の VTR、 3回も編集がしてありましたが、ギャラバッツ北九州の皆さん、これでいいんですか？しかもギラバッツの応援をしているのか北九州の宣伝をしているのかよくわからなかったんですが、これでいいんでしょうか？しかも北九州 の、 アニメの伝統ができたからあんまりサッカーには関係ないように思うんですけれども、何はともあれ、北橋さんの、真面目なところということでよしとしましょう。アビスパ福岡ファンの皆さん、ようこそスタジオにお越しいただきました。今日は2年ぶりの福岡ダービーということになりました。今日はアビスパ福岡にとっての、ありがたいお客様がやってまいりました。ギラバンツ北九州、これまでアビスパ福岡負けたことがありません。今日の試合、そして本庄陸上競技場でのこの2回の福岡ダービー、ファンの後押しで確実に勝ち点3それぞれゲットしていきましょう。そして今日はしっかり勝利をして、そして夜には美味しいお酒で福岡の街を盛り上げていっていただきたい。そしてギラバンツ北九州のファンの皆様ですね、ぜひ今日は福岡で美味しいお酒を飲んで気分を変えて北九州に帰っていただければというふうに思っております。私はウーロン茶で頑張ります。挨拶します。頑張れ、アビスパ福岡。